北海道胆振東部地震において大変皆さんにお世話になりましたことに、まずもってお礼を申し上げたいというように思います。農協の組合員、そして役職員の皆さん、そして連合会の皆さんにはご支援をいただきましたことに、まずもってお礼を申し上げますとともに、特に生協組合員の皆様から多大な義援金をいただくなど、協同組合の力を再確認させていただきました。私ども JA グループ北海道は、今後とも被災された組合員をしっかり支援してまいりたいと考えております。私ども生産者として、安心安全な農畜産物を全国全道の皆さんにお届けしたいと考えております。本当にありがとうございました。北海道胆振東部地震の際には、道内のみならず全国の皆さんからのたくさんの支援、応援、励ましのお言葉をいただき、本当にありがとうございました。あの地震では私の家の両側も土砂が流れ、亡くなられた方もおり、稲刈りを間近に控え、コンバインは流され、土砂に埋もれた田んぼもあり、先の見えない状況に不安でいっぱいでした。しかし、たくさんの方々のご支援のおかげで、今年も種をまき、田植えをすることができ、間もなく収穫を迎えることができそうです。農家を続けていけることの喜びを感じています。今後とも安全安心で美味しいお米をお届けできるよう、生産者一丸となって頑張りますので、これからも北海道農業を応援いただきますようよろしくお願いします。ありがとうございました。前に向かって頑張ってます。地震直後、むかわ町では家屋、施設の倒壊、農地、農作物に甚大な被害を受けました。当時はブラックアウトの影響もあり、後片付けすらままならない日々を過ごしておりました。しかし、皆様からのいち早いご支援のおかげをもちまして、今年も春先より順調にスタートを切ることができました。これから秋に向けて、全国の皆様に北海道のおいしい農産物をたくさん届けられますように、我々農業者一丸となって頑張ります。ありがとうございました。感謝。震災直後は皆様の温かいご声援ご支援ありがとうございました。電気もない、水もないという、大変な時を過ごしましたけれども、全国の皆さんに牛乳を届けることができず大変残念でした。これからも頑張って牛乳生産を続けていきますので、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。牛乳生産頑張るもう、全国の皆様、この度の北海道胆振東部地震の際には、たくさんのご支援、また応援のメッセージをいただき、本当にありがとうございました。私の住む厚真町では土砂災害による被害が最も大きく、多くの人命を失い、そして次年度からの農業経営にも大きな爪痕を残す、そんな事態となってしまいました。しかし、皆様の熱いご声援ご支援のおかげで、なんとか田植えもし、これから稲刈りといった時期を迎えることができるところまで来ております。これからも安全で安心な北海道の農畜産物を皆様のもとへ安定してお届けするため、一生懸命頑張っていきたいというふうに思っております。これからも北海道農業に熱く信頼とご声援をいただきますようよろしくお願いをし、お礼のメッセージとさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。絆。皆様の温かいご支援、誠にありがとうございました。そして私たちの仲間である全国の青年部盟友からも温かいメッセージ、ご支援をいただきました。
この北海道では私たちの祖先が幾多の苦難を乗り越え畑を耕し農業を営んでまいりました。私たちも祖先に負けぬようしっかりとこの北海道の大地で農業を営み、国民の皆様へ食料を供給し恩返ししていきます。皆様の温かい支援を胸に刻み、農業で恩返し。全国の生協及び生協組合員の皆様から3億6500万円という多額の支援募金をいただきました。被災自治体に加え、日本の食料自給率の向上に懸命に頑張っている JA グループ北海道に1億円をお渡しすることができました。ご支援いただきました皆様に心から感謝申し上げます。北海道知事の鈴木直道です。北海道胆振東部地震から1年が経過をいたしました。この間、多くの皆様から多大なるご支援をいただき、厚く御礼を申し上げます。復旧復興は着実に進み、被災した農地の一部でも農業が再開をし、豊かな実りが期待されます。北海道の農業が一日も早く復興し、自然の大きな恵みをお届けできるよう全力で取り組んでまいります。